賀軍、城内になだれ込んでまいりました。父上の読み通りでございます。数の強みを生かして押しつぶすつもりであったが、門を閉じ敵を分断せよ。門を閉じたと抵抗が弱すぎると思ったが、誘い込まれたか。まずは城内に入り込んだ武将を討ち取る。連中はすでに復活。待たせておけ。待たせておけ。黒のネズミである。我らはたちまち崩れよう。敵を本丸に近づけてはならぬ。さて次はどこを落とすか。よいしょ、打ち取ったよ。動揺から立ち直る大人を与えるべきではない。私が城下に撃って出ます。敵将を撃ってご覧に入れましょう。真田の小せがれが出てきたぞ。その首父親の前に晒してやれ。雪村様に手出しはさせねえ。はい、一丁上がりっと。我が首を取るのではなかったか。徳川の兵に私を傷つけることなどできぬか。己生意気な。増票など構わずあいつを討ち取れ。はい、一丁上がりっと。策を凝らそうと所詮は小勢。必ず穴があるはず。何か見えているぞ。開門。さて次はどこに落とすか。この程度でいいの赤備えは止められない。無駄死にをするな。道を開けろ。開門。こちらからも敵が。この内気がいる限り進ませはせぬぞ。いい直政殿か。内気の手には余る相手ではないか。内気、ほどほどでいい。適当にあしらって引いておけ。素晴らしいお働きですな。資格を取った。皆様申し訳ありません。危ないところでしたな。あ、いや、わし一人でも平気でしたぞ。そろそろ詰めと参るか。任せておけ。城外の敵を片付けず撃って出るぞ。開門。運が開いた。この現状稲が打破してみせます。せっかく用意した策を使わなければ。他の者を村におびき寄せ。
べき寄せる餌があれば簡単なんだけどね。ネロガの暗殺は徳川には知られていないはず。偽のネロガを用意して接触させればよ。イナ殿、こちらから安全に城内に進めます。どうぞこちらへ。ネロガ殿はこちらに詳しいのでしたね。では案内をお願いいたします。やっぱムロがやっちゃって正解だったんじゃん。本丸を落とす。次はどこを落とすか。忍びには忍びでなくば当たれない。肝臓を足止めせよ、マサス君。どうかし。今だ。村に火を放ち、敵に打撃を与える。手強さは重々承知のつもりであったが、ここまでの被害を被ろうとはな。殿、ここはお引き任せておけ。やれ、殿の退路はこの本田平八が確保いたす。相変わらず逃げ足は早い。まだもてなしは終わっておらぬという。追撃をしたいところだが、あの男が邪魔よ。古今無双の本田忠勝、撃てる者はおるか。我らも出るぞ。殿を無事に撤退させるのだ。開門。まとめて打ち払い、徳川軍の息をくじく。思えぬがな、買いかぶりだ。大きく見える。愛想すでに寄せる。我が術中である。次はどこを落とすか。
の力は十分削ぎ落とせた。あとは兄上にお任せしよう。親子二代で見事な働き、ここは譲っておく。これで終わりと思ってもらっては困る。わしの息子はもう一人おるのだぞ。